なんかプロ野球で言ったらもうずっと延長戦やってるみたいな。勝っても疲れるしさ、負けてもしんどいやん、あんなん。あんだけやってさ、あんだけやって負けたらどんなにすんの？虚しくなるやろ、絶対に。もう勝てへんかったけど。勝てな、勝ったけどな、俺はな。虚しくならへんかって俺は思うわけよ。しょうもない、ほんま。こいつはな、こいつはまあ、チャーレもサメ。あ、サメやな。チャーレもサメ。いや、サメはちょっと入らないかな。チャーレもマンダー。まあ、ギルガやな。なんかちょっと、腰がマジで痛い。まあ、確かにやっぱ挑発持ちのポケモンがいないっていうのが、まあもう何もかもやっぱ終わってるよね、こっちの構成ね。はぁ。サーナイトはあのチャーレムで角打ちです。メガアブソロ欲しいかもな、確かにな。めっちゃ効くやん。では、バレーパンと。そう、なんでなんかこの、韓国人がどうのこうのという話になってんの、この放送立ち見え。話の脈絡がもう全くつかめないんやけど。んこのゲンガーは、まだおそらくシャドボで食うと思うから、ギルガで受けに行くか。ギルガで一発、弱点保険発動ってのも考えて、受けに行く。これ耐える。よし！助けか。オッケーやな。なんかもう正直ないわ、ガチパーよりもこっちの方が使いやすい。ポテンシャルをやっぱ引き出せるのはやっぱこっちのパーティーやな。おのおのの。うん、やっぱ使い慣れてるっていうのはあると思うし、勝率は一応ね、3勝1敗ぐらい。このパーティーに変えてから。うん、全然やってない。確かにな、こいつ倒すのにこれを残すっていうのをちゃんと考えた方が確かにな。そのやっぱ、ちょっとまあちょっと甘いところがまあありましたよね。これまでの自分はね。で、バシャーモニーは、まあ、一回守る読みっていうのも兼ねて、まあ、物理受けバンナーで終わりやね。ああ。終わりやね。あとちょっと身代わり対策、身代わりとか、ああいうなんか、ちょっと特殊戦法対策に、やっぱそうやな、爆音波持ちのポケモンとか、挑発を使えるとか、アンコール使えるとかっていう、ねえ、ポケモンをちょっと一体用意しときたいよね。ん？ん？アンコールができて、挑発ができて爆音波が使える？ん？
まあ、気のせいでしょう。こんなポケモンがまあいたような気がするけど、まあ気のせいでしょう。飛び座、これ、これ多分耐える。うん、物理特化し、オッケー。あ、やっぱあれやな、マンダいいね、これ。マンダが、確実にやっぱこの方の方が、使えるな、マンダ。サーナイト、あ、サーナイトか。サーナイト揺れるか、じゃあ。メガチャーレム抜いてメガアブソル、ああ、確かにな。メガチャーレムいらんかな。どうやろ。メガアブソル入れてみるか。ちょっとそうしよう、じゃあ。ちょっと待って、メガアブソルに変えてみるか。チャーレム使いやすかったけど。この型でいいんかな。いや、まあ、物理型の方かな。使うなら。こっちなぐそれやな。不意打ちであれつく。レビーモンジーな、なんで特殊なんやろ。どうでもいいけど。ちょっと技コース若干変えるわ。で、メガアブソルナイト。あ、違う。メガアブソルナイトを預かって、まあ、こいつも出せるの込めつくめて。ちょっと待てよ。で、バックから、アブソルナイトを持たせていって、で、アブソルの技、あと一個何がええかな。まあ、不意打ちは絶対欲しいねんけど、あと一個な。じゃれつく覚えてた気がすんねんけどな。じゃれつくでもいらんか。アブソルのじゃれつくって、あんま打たへんもんな。先取りはちょっとあれやね、トリッキーやね。何で行こうかな。そやな、大体火力武装行くで届かないもんな。ってことは、エッジとか入れるか。いや、でもちょっと命中が安定しないよね。まあ、剣の前とか入れます、じゃあ。だから、じゃれつく入ってるわ、普通に。冷凍ビーム、もんじ、まあ、冷ビがいらんか。いや、冷ビだって、いらんよな。もんじだけちょっと入れといて、冷ビ外して、で、つるまい、じゃれつく、冬打ちの構成でいくで、ちょっと冬打ちの PP 上げるわ。いや、グライオンとかも正直いや、冷ビ、いや、違う、冷ビはな、ああ、でも確かレイビの方がやっぱいいか。レイビの方がいいかな。はたき落とす。あ、はたき落とす覚えへんからな。もうちょっと待って、やっぱレイビにしよう。いや、ちょっとじゃれつくはどうなんやろ。じゃれつくは、確かいらないっちゃいらないかもしれんけど。確かにな。でもじゃれつくもあるから。まあ、もんじゃ、一回でももんじで運用するわ。うん。ちょっと待って、ポイントアップをちょっとアブソルの不意打ちに使います。オッケー、終わり。これで一回ちょっとレポート書いて。これ、サメ肌いらんな。サメ肌ちょっといらん気がする、これ。まあ、行くか。いや、アブソルのじゃれつく正直わからんけど、もうでも一回鶴舞詰めたら、もう、あらゆるモンスターを落とせると思うから、まあ、一応、ま、残しとく。メガヤンマって結構いいと思うねんけど、今の環境。なしか。ちょっと待って、レーティングで。パズドラ今ランク35ぐらいまでいった。
ブソルの特殊ってか特殊技か、まあ特殊技欲しいけどな、一個な。まあ確かにな、わからんもんな、使ってみなきゃ。使ってみんとわからん部分が強すぎるからね。え、何このパーティー、マイナードを歩んでるな。マイナードを歩んでるな、これ。これ負けそうやな。なんとなくやけど負ける気がする。アブソルニドキング、